前身となった、ラザレフスキー東洋言語学院を描いた絵画、モスクワ東洋学院、モスクワ東洋学院、ロシア語は、1920年から1954年まで、当時のソビエト連邦モスクワに存在していた、高等教育機関の通称。1918年、マクシム・ゴーリキーは、ウラジー・ミルレーニンへの書簡で、東洋学院創設の構想を提起した。 1919年3月4日、レーニンは、ロシアソビエト連邦社会主義、共和国人民委員会議の命令書に署名し、ヒューラザレフスキー東洋言語学院を開装して、新たな東洋学院の創設を命じた。この新たな東洋学院は、1920年9月7日に、正式発足した。ついで、翌1921年10月27日には、 それまでモスクワに存在していたすべての東洋学研究組織がモスクワ東洋学院に統合された。この組織は正式名称になりまのふの名を冠し NN なりまのふ記念東洋学院であったが一般的には地名をつけてモスクワ東洋学院と通称された。日本語では東洋学専門学校、東方学院、東洋大学などと表記されることがある。 モスクワ東洋学院は1954年に廃校となった。学院だった建物には現在はアルメニア大使館が入っている。インド諸部門や近隣諸国及び中東諸国の言語部門は事実上そのままモスクワ国際関係大学に統合された。ありがとうございます。